ウェイヨー、どうもかけまるです。はい、早速なんですけど、以前こちらかっくんに記念日のサプライズをしてもらったんですけど、本日はこの逆サプライズで旅行していきたいと思います。かっくんはまだ何も知らない状況で、今寝室で爆睡してるので、叩き起こして旅行に連れて行きたいと思います。旅行の行き先はお楽しみということで、早速かっくん起こしていきたいと思います。それではやっていきまーしょう。かけまーる、かっくん、かっくん、かっくん、起きて起きて起きて、やばい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 、起きて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 、何起きて、何起きて、なあちゃんが用意したサプライズ旅行行かねえやついる、酔ってるやついる、旅行行くぞ、旅行行くぞ、かけまる、はい、ということで、イエーイ、旅行行くぞ、イエーイ、車に乗っております。マジどこ行くんですか、なあちゃん。今日教えていいの？教えて、もういいよ。今日はなんと箱根に行きます。イエーイ、めっちゃいいよ、イエーイ。いや、箱根楽しみです。はい、はい、ということで今箱根に着いたんでね、ちょっとなんか今5時ぐらいで全然屋台とかやってないんですけど、はい、なんか適当にブラブラして行きたいと思います。何これ、これね、なんか厚揚げエビ味、あ、着いた、うまい、マジうまい、うまっ、お、めっちゃいい時いったぞ今箱根で楽しかった。まだ何もしてない。私はプリンを買いました。いただきます。どう、え、一口一口、うまっ、え、あんま甘くないね、本当、あっさりしてね、意外と。ちょっとあの宿が楽しみすぎてね、どんなとこ撮ったんですか。まあまあまあ、いや楽しみ、3年記念日だからさ、さすがにもうめちゃくちゃ広い宿でしょ。まあでもこの後食事がねあるそうなんで、まああんまり食べないで楽しみに食事撮ってきますね。でもどうせあの食事あれでしょ、なんかもうめちゃくちゃなんか置いてあるんでしょ、いっぱい違う違う、日本語言えた、うん、なんかあの俺が想像してるのはめっちゃ、かっくんしゃべったら曇ってきた、嘘でしょ、めっちゃ大曇りやん。かけまーる、はい、ということで旅館着きました。早速いいですか、入ってどうぞ。これ楽しみ、すごい横開きなんで、え、めっちゃいい感じじゃない、はい、なんか開けていいですか、どうぞ、うん、やば、めっちゃ広いやん、なおちゃん、めっちゃ、やばいっしょ、え、待って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 、え、来て来て来てって知ってるんだけど、露天風呂、露天風呂です、やば、ふぅー、ねえ最悪、こっちなおちゃん、はい、ということでね、あの、はい、浴衣着れるらしいね、この旅館。出す。出す。あの浴衣にせっかく着替えられるので、ね、あの浴衣着替えていきたいと思います。はい。じゃあジャンプ着替える。せーの、バーン、いった。うん。見てください、浴衣です。かけまるの浴衣姿。浴衣です。イエイ。どう、似合ってるかな。似合ってる。なんじゃ、めっちゃ可愛い。
でもさ、箱根来るまでのさ、車の道あったじゃん、うん、その時さ、めっちゃ硫黄の匂い臭くなった。バカ臭かった。マジで臭かったよ、ね、で、その後に普通にホテルってか旅館戻ってきて、車の中がずっと臭いんだよ。あ、硫黄の匂いしたね。マジで臭いで、部屋も臭い。硫黄の匂いしたね。今も硫黄の匂いちょっとするね。てか、なんならうちの家、竹丸ハウスも硫黄の匂いする。あ、じゃあ俺や。硫黄の原因。硫黄ですか。え、俺の口そんな硫黄の匂いする。する。オレイ。ということで、もうすぐご飯、あと1時間ぐらいだよね、ご飯。はい。なんでその1時間ぐらいちょっと休憩して、またね、ご飯行っていきたいと思います。じゃあみんなまたね。バイバイ。かけまる。こちらが本日のご飯となっております。めっちゃある、楽しみです。はい、ということで、ね、料理やってきました。やばいね。やばい。こちらが前菜と、あと何、鍋ですね。やばい、やばいね。とりあえず乾杯しよう。なんちゃん食前酒だ。食前酒、こちらが梅酒ですね。せーの、ちょうどさんの記念日おめでとう。作りきたね、作り。なあちゃん何も食えない。イカはこんなに。イカだけ食べれる。和牛です、和牛。続いての品です。え、なあちゃん何それ。食べれんの、なあちゃん。辛いよ、絶対。辛いね。はい、ということでね、あの後釜飯とね、デザートもね、もう満腹です。でね、なあちゃんをね、置いて先に戻ってきました。で、なあちゃんが帰ってくる前に先にね、露天風呂これ使って待っていきたいと思います。まあ、一番乗りもらいます。なあちゃん、ごめんね。早速着替えます。はい、ということで全裸になりました。今からね、一番乗りで露天風呂使っていきたいと思います。いやー、もうね、奈々ちゃんに先に入れて嬉しい、僕は。え、いつからいた。1時間前です。どうお湯の調子は。え、うんと、ちょっと俺も一緒に入っていい。ギンギン、ギンギン、逃げてやがる。気持ちか。マジで気持ちいい。カロがめっちゃさ、なんじゃおっぱい見えちゃダメだよ。なんじゃおっぱい見えちゃダメだよ。なんじゃおっぱい見えちゃダメだよ。今度さ、3年記念日別でさ、7月の後半に行こうねみたいな話したんですよ、はい、カメラなしで。全部もう大事じゃん、 YouTuber ってカメラなしで旅行行くの、うん、その旅行もすらもう行けないかもしれないよね。だから今年最後の旅行になるかもしれません、この動画が。緊急事態関係ない。大炎上。嘘です。もうみんな我慢してるからね、うん、僕たちも我慢しなきゃね。うちでも十分幸せだよ。そうだね、一緒にいれるんだから。こういう流れじゃないの。そう、今間違える童貞。いや待って、今こういうシーンじゃないの、これ。あ、そうや、まあ、何年ぶりに一緒にお風呂入った。あ、はじめまして。はじめまして。なんか笑った振動で泳いでんだけど、わかめの中にニモが。俺の俺はニモなんかじゃねえ。俺あのニモの先生ぐらいでかいから。俺わかるし、ニモの先生、あの亀の人、亀の、いや、あの気忘れちゃった。かけまる。はい、今あの露天風呂上がって、そこからまた大浴場にね、まあ、それぞれお風呂入って乾かしてね、今から寝ます。
眠い。疲れたね。なんか一日楽しかれ疲れってやつ。なんでも寝ます。遊び疲れ、ということで寝ます。おやすみみんな。ひなちゃん寝ようよ、もう一緒に。別にしたの。早く寝ようよ。早く。サプライズがあります。何実は枕の下を見てください。え ?LHP? プレゼント。さっき先に帰ってきたじゃん、お風呂から。うん、すっしまわすといった。え、買ってくれたの。プレゼントです。え、めっちゃ嬉しいんだけど。え、これ何？3年記念プレゼントってこと？そう。お、すごいじゃん。待って、もしかして俺が欲しかったやつ。そう、ずっと欲しがってた。え、じゃあこちら開けていいですか？どうぞ、開けてください。え、マジ？うわー、めっちゃ可愛い。可愛いでしょ。こういうネックレス欲しくて探してたんですよ。え、超可愛い。めっちゃ可愛い。え、これ俺絶対似合うじゃん。自分で言う。ごめん、忙しくていけないと思うので、プレゼントさせていただきました。来た。おお。ええー、わっさめ。かわいい。あ、パンツ丸見えや。マイクはどう好き。ええー、めっちゃありがとう、なあちゃん。これもう一生つけます。今日から。全土がこれ多分、これずっとつけてる、これから。ってことで、今日ゆっくり寝るんで、まあ、寝るのかな、今日は、なんちゃん。寝ます、もう眠すぎて。今日は、なし。なし。今日はなし、うん、まあ、あとは皆さんの掃除に任せます。ってことで、アーチョー竹丸。皆さん、おはようございます。2日目です。まあ、2日目って言ってももうあとアヒルボート乗って、まあ、終わりなんですけど、まあ、めっちゃ天気いいね今日。やばい。ちょっと今からコギコギしていきたいと思います。一緒っていうの。そう、2日目で服一緒。俺ら金ないからこれしか持ってない。イエーイ、なんちゃん。めっちゃ綺麗。湖、これ足の子だっけ。そう。なんちゃん、俺さ、アヒルボート初めてなんだけど。なんちゃん、2回目か。え、3回ぐらい。3回。え、誰と。え、俺が初じゃない。え、回っちゃったよ。お、話ずらすな。え、元カレ。あー、元カレやんこれ。やばいやばい、襲撃だ襲撃だ襲撃だ。うわー。いやー、ということで、まあ、一泊だったんですけど、はい、まあ、めちゃめちゃ楽しかったです、なあちゃん。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃいいサプライズ旅でした、なあちゃん。最後の締めはアヒルボール。そう。まあ、ということで、竹丸、いいなぁ。これからも頑張ってほしいなと思った方は、ぜひね、グッドボタン、コメント、チャンネル登録、そして、インスタ、ツイッターのフォローと、TikTok にまた、無断転載の方、ぜひ、よろしくお願いします。なあちゃん、はい、このアヒルボートでさ、どこまでも行こうよ、これからも。やべえだろ、アヒルボートで行ったら。